マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これからナポレオンヒルの思考を現実化するアファメーションを行います。あらゆる成功者が使ってきた思考の力をこのアファメーションを通して現実化していきます。このアファメーションの中には成功哲学と引き寄せの法則の大家でもあるナポレオンヒルの中心的な考えが現れています。これを繰り返し聞くことで思考を現実化する力を手にし、願望を実現していきましょう。リラックスして心を整え、瞑想的な心で誘導の言葉を反芻してください。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は
自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実体へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、
必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私は
やりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛を持って無限のエネルギーと交流します。今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。
成功の一センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するために、まず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実体へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。
願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され準備ができています。富と豊かさと成功はまず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって
現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって
信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛を持って無限のエネルギーと交流します。今、潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、
夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実体へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは、似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により
良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。
私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛を持って無限のエネルギーと交流します。
今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実態へと変わるのです。その思考が
潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。
願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつも
ポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛を持って無限のエネルギーと交流します。今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の一センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。
思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実体へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。
私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに、無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンであり、リーダーです。
その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。
私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛をもって無限のエネルギーと交流します。今、潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で、願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。
私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実態へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、
必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私は
やりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛をもって無限のエネルギーと交流します。今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造していきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。
成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するために、まず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実態へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。
願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって
現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンであり、リーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって
信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛をもって無限のエネルギーと交流します。今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、
夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実態へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功はまず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により
良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。
私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛をもって無限のエネルギーと交流します。
今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造してゆきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実態へと変わるのです。その思考が
潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。
願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンでありリーダーです。その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポ
ポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られていくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛をもって無限のエネルギーと交流します。今潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造していきます。私の富、豊かさ、成功を引き寄せるエネルギーはすでに私の心の中に宿っています。思考とはそれそのものが強力なエネルギーを秘めているものであり、私が心底そうしようと思ったことは必ず現実化します。成功の1センチ手前で諦めるのではなく、私はより大きな目標に向けて願いを貫きます。成功は成功を確信する人のもとへ訪れます。私は自分自身の運命の支配者であり、魂の船長です。
思考を現実化するためにまず明確な願望を持ちます。そしてその明確な願望をあふれ出る願いへと昇華させます。明確な願望が私の信念へと変わり、行動に転化していきます。その時、私の前にはすべてが道を開き、夢が実現するのです。私は夢が実現し、望む未来が現実化することを確信します。私は素直さと自らを信じるゆとりある心で願望の実現を確信します。私の願望が信念へと変わるとき、それは紛れもなく現実化するのです。私は自分が享受すべき願望が叶った姿を心に描きます。その感情を伴った思考が強い信念と結びつくとき、やがて物理的な実態へと変わるのです。その思考が潜在意識に到達するとき、願望が実現している状態が私の一部となるのです。感情を伴った強い考えは似ているものを引き寄せます。その考えが種となり、潜在意識という土壌にまかれ、やがて花を咲かせるのです。私は自分の心と願望を調和させます。願いが実現した私の心と今の私の心の状態は一体です。私は心の中のあらゆる恐怖や心配、嫉妬、利己的な思いと決別します。私は自分を愛するように他の人も愛します。
私はすべてにおいて調和され、準備ができています。富と豊かさと成功は、まず考えることから始まります。私は良き考えのみを私の魂の糧とします。私は今深い自己説得により良き考えを潜在意識に刻印します。私はそれを繰り返し繰り返し自らに言い聞かせ説得します。私は願望を実現するにあたり必要な知識を獲得します。私は意志を貫くことができ、私はやり遂げます。私にはチャンスが訪れ、必要な知識は向こうからやってくるのです。私は想像力を働かせ、望む未来を構想します。想像力は私の心のエネルギーを現実の富に変えていくのです。願望とは思考のひらめきであり、ひらめきはエネルギーを持っています。宇宙の無限の力は常に私にひらめきを通して創造のエネルギーを送っているのです。私はそれを静かな心で受け取っています。私の願望は確信へと変わり、行動によって現実化していきます。私の願望は燃えるような願望のため、計画に終わりはありません。無限のひらめきとともに、無限の計画が生み出されるのです。私は自分という船のキャプテンであり、リーダーです。
その私は十分な勇気を持っています。私は自分を願望の実現に向かって律することができます。私はいつも明るくいることができ、物事を良い方向に導くことができます。私は良きリーダーとして自分への思いやりに満ち、よく理解します。私は人を理解し、人に好かれる性格となります。私は自分の価値を認めます。私は適切な自尊感情を大切にし、自分に自信を持って人生を歩みます。そして私はやりたいことをまず行動で示します。思考を言葉へと変え、言葉を行動に変えてゆきます。私には継続する力があり、願望を強力な信念へと変えることができます。私はいつもポジティブなエネルギーを受け取る習慣を作ります。意識して潜在意識を思った方向へ動かし、運命の方向を定めます。私はあらゆる環境をプラスに変え、すべてを取り込みながら豊かになっていきます。情熱とは命そのものであり、情熱という炎によって信念が形作られてゆくのです。それが積極的な心構えを維持する力ともなるのです。私は人生の中に愛を大切にします。なぜなら愛があるとき、人生は豊かさに満ち、幸福に満ちているからです。
私は仕事の中にも愛を大切にします。なぜなら私がなすことの中に愛を込めるとき、最も価値を生むものになるからです。私は愛をもって無限のエネルギーと交流します。今、潜在意識に宿る無限のエネルギーが私を通して世界を創造していきます。